どうも、6期団最後の生き残り、おもひげですってことで、なんと、今日土曜日、1月26日土曜日から、感謝の宴が始まりましてですね、1周年記念ですね。それで、いろいろイベントはあるんですが、ドスジャグラスがものすごく大きくなって、登場するというクエストがあってですね。あ、これだ。まあ、でかいドスジャグラスはね、USJ 装備の、イベントであったんで、大きさはまあ、見たときありますが、ちょっと多少強くなってるのかな。ちょっとその辺をね、確認していきたいと思います。ちょっとと強化されてると思いますけど、まあ歴戦クラスじゃないでしょう。もっと色がね、何もついてなかったんでね、この普通だったら紫とかね、歴戦だったら紫とか、歴戦王なら赤なんですけど、何も色なかったんで、体力だけ上がってるかもしれないですね。以前の USJ 装備のクエストはまあそんなに大きさだけ大きくなってたんで、お？ちょっと強いんじゃない？これ、尻尾振ってたりしたっけ？ちょっとこれ、あとね、光る球を落とすみたいですね、ドスジャグラス。この光るドスジャグラス、なので装飾品集めたりするのにもね、結構いいイベントだと思いますね、クエストだと思います。ちょっと、まあ、転身来てるので分かんないんですけど、まだ、お、ちょっとマム、お、ネルギーがみたいな、これひょっとしてワンパンあるんじゃないかな、ツーパンぐらい。体力もなかなかありそうです。お、強いぞ。不動来たらまずいんじゃないの。てかここめっちゃやりにくい。ちょっと気をつけながら行こう。気をつけよう。よし。まだ全然倒れないですね。ちょっと動きはかなり強化されてますね。光る球全然落とさないけど。どこ行った？光る弾落とさないね。まあね、このクエスト やるのは俺だけかもしれない。うわー、イビル嬢 いやー、感謝の宴ってことで1周年をね、記念しての 開催なんですが、みんなはドラクエとかね、バイオ、キングダムハーツ、今やってると思いますが、どうなんですかね。ああ、やばい ちょっとこれは予想外。肥やし玉、肥やし玉、オッケー。持ってきてよかった 逃げたかな。え、逃げねえじゃん。え、イビルがドスジャグラスにやられてる 強えぞ、このドスジャグラス。イビルさん、肥やし玉使ったんだから逃げてくれる。痛い。あ、でも、お、ワンパンとかではないね、ツーパンでも。お、疲れてる。
モーションがだいぶね強化されてるって感じですね。なんか食ってますね。罠とか効くんですかね。ちょっと罠引いてみましょう。あのマムみたいな動き、お、罠は効きますね。あのマムタルトが解放されたマムタルトのような動き しますね。ドスジャグラスちょっとそれに合わせたですかね。こっからモーションをちょっと取り入れたような、あ、やばい、あドスジャグラスにやられてしまいましたね。これはちょっとね恥ずかしいですね。どこだ、やられちゃったよ、おい。まあこのドスジャグラスはこの1年でね一番狩られたモンスターだったってことでね、それであのこういうクエストが、作られたようですね。でね、このクエストは2週間、を開催されまして、2週間後にはあの一番狩られなかったモンスターボルガノスが登場するみたいでちょっとボルガノスは嫌なんですけどね、苦手ですね、かなりめんどくさいね、めんどくさいというかいまいちわからない、パッと立ち回りがわからないですね、ボルガノスの。いけないなんでいけないの、あれここさっき来なかったっけ。うわ古代地わけわかんねえな。ん、やばいな、古代樹はもう、お、キャンプ、ちょっとこっちから行きましょうドスジャグラスでこんなにテンパるなんてね、あの元旦のモス並みのね感じですね。でもちょっと面白いですねこのドスジャグラス。かなり強化されてますね。ちょっとね場所がやりにくいですけど、あー来たー、イビルさんまたいるわ。イビルさっきドスジャグラスにやられてたけどねほい、小屋しだま、逃げろ。すごいね、ドスジャグラスにイビルまでもやられるという、これは復讐ですね、ドスジャグラスの。もうワンパンされてる動画めちゃくちゃねありましたからね、ドスジャグラス復讐でハンターたちを倒すという、そんな感じでしょう。ひょっとしたら歴戦王クラスもあるんじゃないかなとは思ってたんですけどね。
ほら、謎の玉。なるほど。鑑定で最後に。謎の玉だから別に光る玉限定ではないのか？ もしかしたら風化された玉とか出てきて、そこから珍しい装飾品が出てきたりとかするかもしれないですね。強いな。てか戦いづらい。あれ、どこ行った？ 狭いよね、ここ。どんぐらい体力あるんだ。辛いぜ。うわ、あのモーションとかもうマムじゃん。マムとか寝る気がこれ めっちゃマムじゃん。解放されたマム太郎ボム、やばいね。お、当たれ。ああ、外した。最初からこれぐらいのレベルでも良かったんじゃない？ドスチャグラス。めっちゃ人気出そうだね。出た？俺ね、お供の 装備、いつも麻痺にしてるんだけど、どっかで睡眠に変えちゃったみたい。まあいいや。睡眠爆破、ドーン。お供も手伝ってくれ。しかしまあ戦いづらいな。どこ行った？変なとこ行かないでよ。すげえ戦いづらいわ、場所が。それがいやらしい。肥やし玉持っていかないとダメですね。イビルが遭遇するんで。あれ？なんだよ、もう全然わかんねえ場所。どっち行ったんだよ。こっちか。ちょっと場所で時間がかかっちゃうね。迷子で。あれ？行けねえじゃん。意味不明。すげえ古代樹イライラするな。1年経っても分かんないですね、古代樹。ここ。ん？あ、いた。こんなとこまで来るの？はあ？逃げんなよ。乗りたいっすね、そろそろ。外した。っていうか、なかなか終わらないですね。まだ全然余裕そうですね。あれ、不動もう終わったの？早いな。あ、しびれカスガエル。痛い痛い痛い。やばいやばいやばい。あら ちょっと、なんで？なんでなんで？ひどい。これまさかの産物ありそうだね。怖いな。ちょっと不動切れるの早くね？不動あったら今死んでなかったと思うんだけどな。しびれガスガエル使おう。
くそバカ。あ、違う。こっち来い。方向もすごいな。来ないんかい。めっちゃ落としてんじゃん、光る玉。謎の玉。光る玉。なるほど、謎の玉と光る玉が落とされるんだね。っていうか、マジでいつ終わんの、こいつ。全然攻撃できてねえわ、俺。やばいぞ。痛い。方向が。あマジか。ちょっと強い。まさかの三オツでした。ですが装飾品はゲットできますね。変える。攻撃銃。次が供給銃。違う。で、こんな感じですね。まあね、もうドラクエ僕やったんですけど、あんまりって感じなんで、皆さんぜひね、1周年記念感謝の宴ね、一緒にやれたらいいなって感じです。復帰はどうなんですかね。じゃあ最後の砦、おもひげでした。